2016年ゼルトレーダーのバイナリーオプションにおいて日本一から世界一になり1億円近く投資をしておりました世界バイナリーオプションスペシャリスト社の販売を先生です。2017年は世界第2位でした。現在ゼルトレーダーは FX 統一となっています。今回はねバイナリーオプションのインジケーターなんですけれども、私が開発したね2つ目のインジケーターなんですけどね、現在実際に稼げるインジケーターですけども、表示は隠してあります一部ね、でね、これちょっとね消えちゃったかな、あこれ消えちゃったんでねちょっと待ってくださいね、表示がね消えちゃってるのがあるんですよ。でこれをこうやっておいてね、表示消えちゃったのこれね、これ立ち上げましょう。これどっちの方だったかな、こっちだね、こっちで、ね、ちょっと立ち上げ直しましたけれども、これがねちょっと左上にね、移動したいと思います。私がね次回はジェット機を買うためのインジケーターですね。内容は公開できませんけどね、私の財産なんでね、私がどうやってねバイナルオプションで稼いでるかということをねしますね。でこれね1万9800個っていうのが約ね2週間ぐらい前からの1分の計算なんですけどね。で実際表示数は 0.90% なんで、ちょうどね12日間をかける1.1倍の周期を分析しています。でこの白文字はね、分析が完了したやつですね。で固定してんのかな、2つ打っちゃったかな、ちょっと待ってね、2つのインジケーター貼っちゃったかな、はい、平気だね。それでですね、ここに全部これ一つ出しますね。と一つの通貨ね、で調べるのでユーロ USD ですね。で全部でここに出てるように4個出てるんですね。シグナルが出てるんです4個全部だね。ちょっと見せきれないんだけど4個出てるんです。2週間前ぐらいからね。で全勝なんですね。で平均利益ピップスが 96.2 ピップスなんですね。それでね分析が 80% 以上4個以上の投資してるで50ピップスね、平均ね買ってから決算するまでの幅ね、 FX に使うのに非常にまた便利なんですけどね。で正確な勝率 100% で4連勝してるということですね、これね、2週間前から。ただ、2週間前から4回しかシグナル出てません。ね。で、その戦略方法で次から勝てるとは限りません。ね。日本酒、安い日本酒、ちょっとね。でね。大事な肝心なのは自分の稼げる戦略を見つけ出すんですね。その戦略でこのように勝率とか投資数を正確に表示させるプログラムが必要です。
稼ぐには、ね、それで設定値がいろいろあるんですけど、その稼ぐ戦略の設定値が見つかったらね、記録ドットがね、でそれは勝率とか投資数ピップ数ね、平均ピップ数、これもね、自分の戦略で作れますから、この平均ピップ数、1回のね、稼ぐ幅ね、余裕があるかどうかっていうことですね。これ1回に 96.2 ピップ数なんですよ、1回のシグナルでね、平均でね。4回出てるんですけど、ね、そういう成績なんです。で、全勝であると 100% である。4回とも全部勝ってるんですね、バイナリーオプションね。で、これが大事なんですね。投資戦略でこういうどんなテクニカル分析使ってねやってるかはね、ここは一つかね、一つだけは分かるわですね、肩寄せボリンジャーバンドね、これオリジナルなんだけど ね、この上に抜けたか内側かで設定やるんですけど、これ抜けたから、抜けてからあるいろんなテクニカル分析でね見て OK かっていうのと、内側でないとダメな場合もあるわけですね、こちらね。これ勘違いしないでね、出たところとは限らないですからね、内側だけってこれ出たらダメだっていうこともします。で、肝心なのは勝率と投資数と平均ピップ数を求められること、自分の戦略方法いろいろあると思うんですね、稼げる手法っていうのね、それをプログラムにして、じゃあ実際にね2週間前から本当に勝ててんのかって、これ自分で見てみんじゃダメなんですね。こういうふうに 100% 96.2 ピップ数平均ね、というふうにちゃんと一緒にして見れないといけないわけですね。で、今後はそれとは統一は稼げるとは分かんないんだけどね、やっぱだいぶ効いてきます。ね。で、2個目ね、こちら。今度、ユーロ GBP 見てみましょうかね。ユーロ GBP ね。これはシグナル出て、ここで決算されたんです。周り赤はね。で、これは11個出てます。81.8%。平均ピップスが 51.0 ピップスですね。ね。私のとこは東大ばっかしだから、家で東大ばっかし卒業してるからね、計算は何でもこなせるから平気なんだけど、私はね理数系の大学の先生の資格も持ってるしね、これはね大事なのね。で、プログラムができなければ賭博になっちゃうから、投資はね。正確に、この、プログラムとか何も教えられないけど、こうに表示させる、このね、3つは作ること。勝率、投資数、平均ピップ数。これはね、いろんなテクニカル分析作るでしょ？で、一緒にしてこれ表示できるよ。私何でもできるの。どんなテクニカル、じゃあね、こうしたいなとかね。ね。平均誘導線構図1個作ってね。こうしたらね、シグナルを出させとか、ね。いうに作るわけですよ。そしたらこの平均ピップ数、ね。とかね、勝率が設定しいいのが出るかとかね。これはね、だいぶちゃんと理数系の、大学卒業してれば誰でもできることだからね。そういうことで。で、私は自家用ジェット機欲しいんで、ね、まあ、同等のようないいものが欲しいんで、これで稼ぐわけですけどね。で、これは4回出てるね。平均ピップ79.7ピップスですね。こういうの、ここら辺出てるかな、ちょっと。ね。ちょっとないな。年数少ないんだな。
で再現性はね、このように10個以上ないと次当たる同じように勝率が出ると分かんないんですよ。多くないとダメなのね。だから難しいですね。 FX も同じですね。FX の場合どうするかっていうと、パッと出すでしょ、ね、シグナルが出たら、ここで出たら、ここからここまで、ね、ここで基地にするわけです。そうすると、平均 51.0 ピップスって出るんです。でこれ今、1分足だけど、FX の場合は、日足なんかでやるんで、100倍から1000倍ぐらい、まあ、幅の稼ぎを、出ます。それでね、稼ぐということですね。だから同じことやってて、このシグナル出たらここで決算される、シグナル出たらまた決算される、それだけです。幅が多いから1回の平均ピップスが1000以上、この51ピップスじゃなくて5000ピップスぐらいになる、ね、5000とか1000以上になりますから、1000ピップス以上。で、1回の利益結構多く取るんですね。で、その平均値出るから。ね。私はそれではね、2000兆円ぐらい稼ぐと思ってるんですよ。2000兆円ぐらいね。といてね。FX で2000兆円ぐらい稼ぐかな。まあ、頑張ろうと思うのは、アマゾンさん世界一ですね、長者。ビル・ゲイツが2番、投資家が3番ですね。彼らの100倍稼ごうと思ってます。資産を作るっていうことね。貴族なんでね、金ないと生きていけないんですよ。で、若い時は勉強で、ね、自分の財産全部取り入れて動くと、ダメだからということで。厳しく生きてたんだけども、訓練終わったんで、全部自分の財産は全部俺のものだということですね。で、お金がありすぎたら 楽だからっていうのは若い時だけやめといただけでね、楽になっちゃうと退化しちゃうんだね。もう今回はもう全部保安、危なかったら保安に全部お金かけたり、取り返しも全部するとかね、全部そうしますな。もう変わりましたから、もう還暦過ぎたんでね、自分の財産は全部使うという訓練もしないから、保安は全部大金を使うとね。で、そういうふうにして、こういうふうにインジケーター出してます。で、他の分析方法は秘密になってます。この片寄せボリンジャーバンドねは見せてますね。これはまあ特殊なスイッチなんですけどね、まあプラグインみたいになってるんですけど、意味は難しいんで説明外しますけれども、その他こうですね、今出てるのがね、これ17通貨でね、これ15分のバイナルオプションなんですけど、ハイアンドローションに合わせてるんですけど、他全部ないのね、3個しか出てないんですよ。だからそんな甘いもんじゃないですね。シグナルがめったに出ないですね。いいのはね。今 80% 以上も見てんだけどね。それでね、これ出てその通りだから。シグナルが出て勝ち負け出ますでしょ。ハイアンドローもその通り、同じ勝率が。だから、これで投資しとく動かすでしょ。これで1週間見て何個勝ったか負けたかって。これ立てとけばもういいんですよ。立てとけばもう何もしないで、この次から成績良かったらもうほんと、そのまま手入力で投資するように。ハイアンドローションは自動売買禁止だからね。だからこれ見て投資するだけでいいです。これは、まあいろいろ私やったりとかね、プロテクトで時間経つと消えちゃうとかね。盗まれないようにいろいろしてますから。で、パスワード打たないと動かなくなるとかね、途中からね。
てランダムに偽物のダミーのシグナルを出させたりもしてますからね。デモなんかはそうやってますね。サンプル版なんかはね。今ダウンロードサイトがウイルスで破壊されたんで、編集なんて3ヶ月ぐらいかかるんでご了承くださいね。今までのこういったインジケーターを販売しておりますけども、稼げるのはないですから、そんなにね。手を加えて稼げるだけですからね。こんなに素晴らしいのは一個もありませんから、ね、注意してくださいね。お職になるんでね。ただ勉強になりますからね。ぜひ買ってください。100万ぐらい買ったら勉強になるかな。どんなの種類があるか30万ぐらいのやつがばっかしだけど、10個ぐらい買って300万ぐらい月謝ね、払って勉強するのがいいかもしれないですね。まあそれ自体では稼げないですけど、勉強大事なんで。あと、私のね、テレビをよく見て勉強する。20回ぐらい同じものを見てね、勉強するってのは大事です。何回も見れば、ね、大勢で見ていけば必ず稼げますから。勉強しっかりやる。大学卒業よりかは難しいですから、ね、医学部卒業するよりかは難しいですからね、注意してください。それで、まあこういうので分析してるんですけれども、これもうちょっと勝率のいいのでしょうかと思うんですけどね。左の奥に置いてるのはまたやってるんですけど、これは勝率そんな高くしてないんですね。投資数はちょっと増やしたんですけどね、まあ、今日で3連勝なんで、新しいのでね。まあ自家用ジェット機が買えるんじゃないかってね。本田さんのは6億円でしょ。だけど実際に12億必要なんですよ。それで稼ぐのが24億必要なんですね。税金が半分以上取られますから、維持費がかかるんですよ。まあ私も豪邸の方に使おうと思うけど、思いますけどね。テニスコート上、自分の買っ、あの世の土地買ってあるんですけどね、忙しくて、近所にね、テニスコート上の土地を私買ったんですよ。あと家庭菜園のね、ちょっと25キロ離れたところに家庭菜園のね、南向きで非常に家建てたりするのにもいいし、場所はすごくお気に入り。ね、買ったんですよ。ね。だから、こういうので投資するって。自分の頭で考えて やんないでね。賭博になるから。勝率が分かるようにね、分析のね。こういう波形が出て、本当に稼げんのかって、シグナルが出て稼げんのかって、ね、自分で頭で考えちゃダメですよ。コンピューターで。みんな知恵送りがやることだから。そんなの賭博だから。勝ってんのはほんの一部だけですよ。まあ、半分以上負けてんです。ということは全体的でみんな大損してんですよ。そんなの見ちゃダメ。全然テレビ。たくさん YouTube でテレビやってるけど、あんなの遊びだから。勝てれる人はほんのちょびっと。半分勝てないから。ダメ。ちゃんと、大学卒業して、理数系。で、プログラムできるようにしといて。コンピューター系の、ね、大学卒業してなればね。それが近道だね。ということですね。みんなテレパシー結構強いから教わればできるんだけど、代表者だけだから、選ばれた人たちだけだからね。ね。言うなれば動物になってやるわけですから、虫になってやって。そういうのはやめときましょう。ほとんどそういう人を飼ってるの代表者とか、そういうのだけ。
見せるために情報を頭を教えてくれる人がいるわけですよ、バックで。そういう人だから、普通はできませんから。私でもできないですね、切ったって。何の、だって意味ないもん、全然。理論なんかないよ。ただ、頭に入ってくる情報を出してるだけです。で、テレビとか情報見てるわけじゃないんだよ。で、感情でね、外れたーって言ってね、また難品、ピンピン打つわけです。今度は戻るだろうと思って、100個とか1000個打つんです。で、人財産、一晩でなくなっちゃう。そんなの人ばっかしですよ。ああ、外しちゃったって。もう全財産打っちゃうんですよ。で、上がっちゃう。戻んないの。そういう苦労したことありません？私前やったことあるのね。全財産じゃないけどね。ああ、もう身に染みたけど、まあ勉強にはいいですけどね。そういうことやっちゃうの。感情で。だから、ちゃんとコンピューターで分析させて、それ以外の方法では投資しないということですね。そういうことですね。感情は非常に怖く、冷静にしようとしても無理です。ね。これは最大の教えですからね。ちゃんと2億円ぐらい広告料入れなさい、みんな。1年間に2億円でも安いんだから、みんなタダなんだからね。邪魔してやるって、お金一銭も出さないでみんなアクセスしないって。大体みんな何ぐらいやってるかな、13兆円ぐらい私だけアクセスしないように費用使ってんじゃね。世界中の人間はわざわざ僕のとこだけアクセスしないようにするためにみんな13億円ぐらいお金かけて、全体で一団結して動いてるわけでしょ。何もしないで、僕のところテレビ多いから、なんかしなくても、勘だったら、でも、4000個ぐらい、4000人ぐらいは、ね、簡単に入りますよ。ね、アクセス量。わざわざ、13兆円も捨てて、妨害でアクセスしないようにみんな頑張ってるんだろうけどもね。勉強するにはアクセスしなきゃダメだから、他の遊びのテレビじゃないから僕のはね、勉強用だからね。まずそういうのはみんなの間違いだね。タダで勉強できるっていうのにね。ね。ただ2億円ぐらいね、もらったって私、知れてるよ、あんなのは。ね。わかります？有料にして200兆円ぐらいはもらいたいね。テレビ業、出演業、200兆円だけでね。だからね、ちょっと嫌なんだな。両方とも勝ち合わないんだね、条件がね。ということで、このように分析をすると。で、どんなテクニカル分析で分析してるか分かりません。ここに表示何されてませんか。ね。それは教えたらお金をあげることになって汚職になりますから、戦略方法はね、バレると稼げなくなっちゃうのね、たくさん同じことをするから。だからなんか戦略をやってるってことね。それで勝率をこのように出してると同じに出せばいいんです。こういう勝率とかディプスとかで、こういうのが規則正しく稼げてるかというのをバックに証明にして投資していけばいいね。それがね、大事なことですね。どうも、2016年ゼロトレーダーのバイナリーオプションにおいて日本一から世界一になり、1億円近く投資をしております。まあそんなことで、桁外れて投資金額多いですから、私は。それよく知っといてくださいね。みんなと違って投資金額違うですから、多くですからね、私はね。わかります？ということで、超ベテランなんですよ。ね。で、私、還暦過ぎてんで、疲れますから、普通よりか途中で、
息入れします、ね、ほらこれしてください。すぐ席離れちゃうことあります、ね、それは還暦になって越してる事情だね。申し訳ないですけどお許しください。年には勝てないこともあります。わかりました。私が悪気でやってるわけじゃありませんから ね。ちょっと苦しくなったらもうすぐ抜け出さないとダメですからね。ぜひご了承ください。どうもありがとうございました。よく勉強してください。